みんなに瓶の投げ方一個教えてあげる。このウルトの丸の円だから、じゃあここに投げたいってなったら、このウルトの丸の円の上あたりをこうやってやって、こうやって投げるんだよ。ほら、そうするとなんかその飛ばしたいところにね、ちょうどぴったり、ほぼぴったりいくようになってるんだよ。なんかちょっと距離遠くて、でも阻害瓶投げてあげたいなーって時は、こうポンって感覚で投げるのも全然いいし、この一瞬覗いてこれでこう合わせるのがあり。でも覗いた状態で投げないとずれちゃうから、覗いて離して投げるだとちょっと合わないから、そうだから覗いた状態で合わせてそのまま投げると、あの思ったところに阻害瓶行くからいいよ。豆知識